こんちゃおーす、中までたっぷりチャーです。100人マリオチャレンジ、今回はまったりと遊んでいきましょう。さあ今回はどんなコースに出会えるかな。おー、音量注意、ダッシュ半自動。ちょっと待った、OK です、参ります。うん、なるほどね。ダッシュ半自動、ダッシュ半自動。違う、俺はダッシュしてなかったんだ、歩いてただけだったんだ。走れ。でこうなって、よし、行っちゃうのか。でも大丈夫大丈夫、なんか壊れる。はい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 、かぶる、入る、いいね。で持って、うわ、ギリギリ当たんねえ。おぉ、ガリガリにも当たらない。バネに邪魔されるけど大丈夫。雲乗る。おぉ、そのまま入れ。あ、そういうことか。ここだけダメだったんだ。雲の位置ちょっとず動かせばなんかいけそうな気もしたけどな。あ、よく見たら、右だ。ゴール。さあ、幸先のいいスタート、ステージ2参りましょう。ニフェルでピストーラス、全然わかんない。あ、でも走って大丈夫そう。スタッカー、こっちかな。オープン。オッケー、ステージ3参りましょう。技術テストその2、空中バネじゃん。惜しい。おりゃ、一番高いところでやんなきゃダメなんだよね。一番後ろまで下がって、オッケー。助走が大事か。なんかいろんなバネジャンのスタイルがありますからね。自分は詳しくないけど。ステージ4参りましょう。8まで突っ走りたいね。1の1。ノーパワーアップ縛りをここだけやる。死ぬ、あぶねえ。死んだと思ったわ。オッケー。ステージ5。ゴー、参りましょう。ハウンテッドコースター。これ相当むずそうだな。まずはマリオカート。アゴラタ。喋らずにずっと上ボタンを押せるだけだったな。ステージ6参りましょう。ソニック、これ右上につながる。コーラ、え、あ、よく見たらあれか、コーラで右行くんだ。カメさん復活、ゴー。で、右に進み、入り、新たな扉に、お？お？ここに、バインがあると思ったら、ファイヤーがそっちにあるスタイルでしたか。で、ロス。あ、これ食らう。しまった。あー、やばい。ファイヤーがないから大変なことに。オッケー。まったりしてんなー、今日も。ステージ7回りましょう。最低なコース1の1。初見殺す系だね、多分ね。割と走っとかないと上からいろいろ降ってきそう。これは上から行った方が安定ですね。あ、嫌な予感する。うわ、怖え。嘘。
3択だってしまった。でもこれを取って、どうなる？どっかにあるかな？あ、R 押したから。乗りたかったけど乗れなかった。これ多分ダメなやつだな。あ、いやいや、ここはあるんかい。あとはバブルにさ、当たんなければ、勝ちゲー。よーし、オッケー。まだまだ、これくらいだったら優しいもんすよね。俺だったらもっと序盤に必要なアイテムを置いて、で、このブロックをまあ、例えばトゲとかでぶっ壊さないと、ゴールできませんよ、みたいな感じするな、俺なら。で、ついでに、あの、トゲが剥がれやすいように、いっぱい敵を置いて、で、やりますね。えぐいっすね。ミスる。取れなかった。ギリギリ。全然、全然ギリギリじゃない。普通に入れるんだね。で、入ります。また土管だらけですね。ここら辺の土管は入んないやつですね。ん？入るやつですね。ハテナブロックの中に P があるんで、それを持ってきなさいっていうことですね。全部入れませんでしたね。あー、なるほど。最初に P がありますよと。だから取りなさいよと。 OK です。ここ大丈夫だよね。ほえー、よいしょ。はい、さっき詰まったのは。そっか、でかいと2マスはダメか。ゴー。ん？左に矢印。あれ？あ、ピンポーン。あ、そっか。これはこうしてバイバイして、爆発待ちか。おお、あ、もういけるね。あ、てか、あ、いや、大丈夫か。待てば大丈夫か。はい、お疲れー。いらっしゃい。いいっすねー。あ、ステージ8終わっちゃったね。テーブルテニスだって。卓球やらせんだよね。マリオ VS コンピューター。地震か、違うか。あ、なるほど。これ一回待たなきゃダメだ。あ、違う、こうだ。やばい、このままだとやられる。はい、テーブルテニスってそういうことか。帰ってきやがったな。これも大丈夫。あ、これ行ってくれない。あ、あー、そんな、死ぬ、死ぬよ。次で死んじゃう。結構ラグがあるから注意しねえと。これ大丈夫だな。お、やったー。まず一つ。お、いいねー。次でイーブンにしたいですね。入ってくるな。OK。OK。OK。あ、OK、勝った。よーし、イーブン。いいぞ。はい。これはダメだね。あ、これ、何もせずに当たる。よーし。やったね。CPU なんかに負けてたまるかい。さあ参りましょう。2回戦。はい。はい。よし、まず行こう。あ、多分そのままでよかったな。さあ、ちょっと速くなる。ちょっと速くなる。いいっすね。あ、なんか2つ行ってくれたぞ、今回。そんなこともあるんだ。あ、音符でちょっと変わった。オッケー。よーし。マップの右が見え、あ、そうなってたんだね。オッケーオッケー。ステージ2クリア。
分かってしまえば。オッケー、やりました。いやーすげえな、発想がやっぱすげえな。ドンジャンプ、飛んじゃいけないらしい。キャプテン・トード、トードキノコ、キノピオ隊長。はい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 。あ、そうか、こういけんのか。こういったジャンプしちゃいけないんだろう。結構難しいよね、ジャンプしちゃいけないって結構むずいよね。ついついジャンプしがちだからな、マリオは。オッケー、これで取ってこういって、これで道を作り、キノピオ隊長かわいいな。あのヘッドライトをつけてますね。あれはヘッドライトって言っていいのかな。 OK。 ん？Pか。パフ、上に上がり、パウが壊れ、先に進める。でこれ待ってたら、あーかわいい、なんかいる。これは緑の悪魔か。進めキノピオ隊長っていうタイトルがありましたよね。いずれあれもやってみたいですね。ボムヘイちゃんだ。間に合うかな？結構厳しそうな感じするけど。あ、全然間に合うな。あ、しかもそっか、何回もやらせてくれんのか。オッケー。洞窟探検終了。先にこれと出ない。一回くらいは。あ、てか普通にジャンプしたら別にあれか、死ぬわけじゃないのか。あ、なんかキノピコになった。難しい。オッケー、キノピコ懐かしいな。マリオカート Wii を思い出すな。いずれやりましょうね。進めキノピオ隊長だったかな、タイトル名は。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。すげえすげえ、マシンみたいになってる。おお、これはすげえわ。